はいどうも皆さんこんにちは、くらくらチャンネルのけいすけです。さあ今日はですね、皆さん月曜日ですよね、仕事とか学校嫌だなっていうね、ストレス結構溜まってるなっていう人いるかもしれません。なので今回はですね、以前やりましたラバ花火とか、あとババキンですね、バーバリア293体にアイアンフィストをかけてみた、あのシリーズですね。今回は大迫力シリーズをお送りしていきます。そうですね、スカッとするような、気分が爽快になるようなね、企画でございます。で今回は何をやるのかと言いますと、こちらですね、見ていただければわかるかなと思います。このウォールブレーカーラッシュですね。ウォールブレーカー120体でいろんなユニットを爆殺していって、こうスカッとしていきたいなと思います。というわけで早速やってみましょう。レッツゴー。はい、それでは早速戦わせてみたいなと思います。まずはですね、やっぱりウォールブレーカー壁があると、壁の方に向かってしまうので、まずはですね、クエイクで壁を壊していきます。さあ、適当に、何発落とした？4発落としていきます。さあ、で、ここも落としていきまーす。さあ、で、壁をだいたい壊し終えた段階で、ウォールブレーカーで残りのですね、壁をお掃除していきます。はい、ここら辺も壊していって、ここも壊す。さあ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 、でこれで大体準備は整ってますね。まあウォールブレーカー100体ぐらいいればまあ余裕でしょう。さあ OK、 壁は壊し終えましたね。なのでここのババキンに対してですね、ウォールブレーカー100体以上、今ね106体いるので、こいつらをね出していきます。さあウォールブレーカー3点出し、果たして倒すことができるのか。さあというわけで見ていきましょう。ちょっとね赤表示がちょっと邪魔なんですけれども、さあどう、ババキンを倒すことができましたね。おおすごい。やっぱり大量のボールブレーカーがいるとレベル1のババキン、もう瞬殺ですね。余裕のゆうちゃんでしたね。さあということで、爆撃光でボールブレーカーが死なないっていうね時代になってますが、さあこれで結構施設も壊せて、まあ 9% といったところですね。さあお次はね、このバルキリーに対してボールブレーカーをね、出していきたいなと思います。ただね、このバルキリーはバーバリアンとかね、スケルトンでね動画で出したことあるんですが、めちゃくちゃ強いので、果たしてボールブレーカーで倒せるのか。ちょっとボールブレーカー出していきます。さあどう？あーやっぱり強いバルキリー。あでもだ、あダメージ入ってる。いやダメージ入ってる。いけるいける。いやいける。いやバルキリー倒せる。え嘘、マジで？マジか、すげえ。バルキリーを倒せるって奇跡起きる。えなんでバーバリアンとかスケルトンでは倒せなかったのに、バルキリーを倒すことができた。嘘でしょ？びっくりした今。すげえ、これはいい。取れたか。さあなんで倒したのかちょっとわかんないので、もう一回ね検証していきます。ババとスケルトンのね動画はですね、説明欄の方に貼っておきますので、そちらの方ぜひぜひご覧ください。さあではちょっとやってみましょう。一体とりあえず出してみます。一体出すと普通にやられますよね。じゃあ二体ぐらいこう出していくと、あやられますね。一点出しは、あやっぱり一点出しだと普通に倒してますよねこれ。え、なんでだ？で、じゃあ、ちょっとさっきみたいに囲ってパラパラって出していきます。こうすると、どう？あれ？さっき倒さない、あれなんで？なんで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 ？え、次は無双してる。え、どういうことこれ？はい、ちょっとね、本当にわかんないので、くどいようですが、もう一回だけね、やってみたいなと思います。さあ、さっきみたいに、一回目みたいにパラパラって出していきます。そうすると、あ、やっぱりダメージ入ってる。どういうことだこれ？え、待って、1点出しの場合は、ダメージ入ってる。全然わかんねえ。さあ、続いては、この援軍ウィズ5体とね、ウォールブレーカーね、戦わせてみたいなと思います。いやー、さっきはね、ほんとバルキリー倒せると思わなかったので、なのでね、援軍バルキリーが苦手な方はですね、ぜひともウォールブレーカーラッシュで処理してみてください。さあというわけで、ここからですね、ウォールブレーカー一気に3点出ししていきます。さあからの回り方していく。どう？どう？一気にやっぱり囲って爆破していきました。いや、気持ちいいですね、これ。いやー、なのでね、援軍のね、ウィズぐらいだったらね、もう攻撃が間に合わずに処理できるっていうのが分かったかなと思います。お次はジャイアントと戦わせてみたいなと思います。いやー、ジャイアントはね、結構 HP 高いので、果たして107体ぐらいのウォールブレーカーで、倒すことができるのか、ちょっとね、見ていきましょう。まあ、こんぐらい出しといて。さあ、どう？どう？どんどん爆破させていって、おぉ、ジャイアントたちが、どんどん爆破でいなくなって、どれがジャイアントのスケルトンかちょっとわかんないんですけれども、
はい、ジャイアントもね、余裕で倒していきました。さあ、ではね、続いてサブアカの方ですね。サブアカの方では、援軍20枠までしかもらえないので、今回はタウンホール9の、サブアカの方でゴーレムね。ちょっとね、壁ね、レベル高くてね、やっとですね、残り44体になるまでですね、結構消費してしまいました。さあ、というわけで、ゴーレムの方に向かって出していく。さあ、どう？さあ、とりあえずクランの城にダメージを入れていってからの、よし、こっから、ウォールブレイカー40体でゴーレムに対して攻撃していく。さあ、どうだ？どんぐらいダメージ入る？結構削れてる。結構削れてる。さあ、ということで、ウォールブレイカー40体ぐらいだとゴーレムの半分近くまで削ることできましたね。はい。ではね、レベル4のね、ペッカとね、ウォールブレイカー45体戦わせてみたいなと思います。さあ、行きますよ。こっからペッカに向かっていく。ペッカに向かっていく。ペッカに向かっていってどう？どう？結構ダメージ。さあ、あともうちょい倒すことができない。ギリギリ。やっぱりもうちょい欲しかったですね。ほんと壁壊すのに結構ね、消費してしまいました。さあ、続いてはですね、ホグライダーを爆破していきたいなと思います。というわけでね、舞台野郎どものね、悲鳴をね、聞きたいので、さあ、いい悲鳴聞かせてくれよ。こっから、ウォールブレイカーを一気に出していく。さあ、どう？さあ、ホグたちが集まってきて、ウォールブレイカーが一気にこっから、ホグを爆破していきました。いやー、気持ちいい。さあ、ではね、ディガーも爆殺していきます。いや、この企画楽しいですね。なんかすいませんね、一人だけ気持ちよくなっちゃって。さあ、というわけで、ウォールブレイカーをこっから一気にですね、出していって、さあ、これぐらいでいいかな。で、どう？さあ、ディガーも瞬殺していって、あはは、かわいそう。かわいそう。けど気持ちいいですね、やっぱり。お次は、ボーラー3体をね、ターゲットにしていきます。ちょっとね、間違ってね、ウォールブレイカー数体ね、出してしまったんですが、さっき。さあ、というわけでね、ちょっとね、やり方ですね。爆殺の仕方、ちょっとやり方変えましょうか。一気に出すんじゃなくて、はい、こういう風にまばらに出してって。おい、やってみろよ、かわしてみろよ、お前ら。おい、どうだ。さあ、追いつかねえだろ。はいはい、もう結構食らってんじゃねえか、お前ら。おい、どうだ。周りから出してって。さあ、ダメージがまた入ったぞ。さあ、どうだ。ほら、かわしてみろよ、お前ら。さあ、どうだ。いっけ、なかなかいい防衛するな、お前。やるじゃねえか。なんか、お、やるな、お前。さあ、結構ボールめっちゃ投げてるけど。さあ、こっから一気に出していくと、どう？さあ、残り1体。ついにお前一人だけになっちまったようだね。よし、こっから57体、お前ら、かわしてみろ。さあ、いっけー。さあ、どうだ？結構、はい。いやー、こういう風に、ボーラーいじめるのも楽しいですね。では、締めにですね、ネクロマンサーを締めていきたいなと思います。おっと、ちょっとね、ダジャレみたいな、親父ギャグみたいな感じで言ってしまったんですが、そういう意味でね、言ったわけじゃないですよ。さあ、こっからボールブレイカーを一気に出していって、4点出した。さあ、こっからネクロマンサーを一気に爆殺していこう。さあ、よし。で、ラスト1体出していって、で、ネクロマンサーをここからスケルトンたちに対して爆破していって、からの、さよならネクロマンサー！ありがとう！夢と希望、ありがとう！最後におまけとしまして、いつもですね、ネタ動画撮った後、せっかくね、編成作ったからには、やっぱね、資源もったいないので、マルチね、いつも攻めているので、ちょっとね、攻めていきたいなと思います。おー、ここいいですね。そうですね、タウンホール10でインフェがない感じですね。クラン体制のケース合わせで立ててないんでしょうか。なので、ここね、攻めていきたいなと思います。そうですね、もうね、ダクエリ、ヒーローはね、カンストしちゃったんで、ゴルエリね、狙っていきたいなと思います。さあ、どこら辺行きましょうか。っていうか、ああ、そうだ。ウォールブレイカーラッシュだ。そうだ、検索してる間に、ちょっと忘れてたんですが、ちょっとね、ここ行きましょう。どう行くこれ。どう行こうか。ここら辺あたり、4発落として、で、道作っていきましょう。よし。で、どこ落とそう、これ。なんか、とりあえず HP の高い施設に落としていきますか。そしたら、ここですね。ここに落としていって、ちょっとでもね、削りをね、入れていきます。さあ、そして、あとタウンホールにもかかるように落としていって、OK、3箇所開けましたね。さあ、こっから、もうね、壁全部ぶっ壊して帰りましょうか、今日。壁全部壊せるかっていうのをやって。さあ、それではですね、とりあえず、ここら辺いっぱいボールブレーカー出していきます。ここら辺もいっぱいボールブレーカー出していきます。はい、流し込みます。てか、クエイクですでに壁開けちゃってるんで、壁開ける意味が全くないっていう。さあ、そしてボールブレーカーたち、後ろから、後衛から、竹取り用のウォールブレーカー。竹取り用のウォールブレーカーってなんだよ。さあ、こっから大量にウォールブレーカーが流れ込んでいって、一気に壁をどんどん破壊していく。さあ、いいぞ。
さあババキンはちょっとね落ちてしまったんですけども、さあウォールブレイカー OK、 だいぶ壊してますねこれ。やっぱりクイックでねダメージ入れてるからっていうのもあるかなとは思いますが、さあということで、あとはですね資源も全然取れずに終了で 17% あー無理あるなこれ。ということで今回はですね、ストレス発散気分爽快ウォールブレイカーラッシュでいろんなユニットを爆殺してみたっていうね、動画をお送りしていきました。で、どうでしたかね皆さん。個人的にはですね、やっていていろんなユニットをね、爆殺できてすごい楽しかったですね。で、またですね、こういったネタ動画やあと検証企画、クラン対戦の全開リプや資源狩りの動画どんどん出していきますので、まだチャンネル登録してないよっていう方はぜひとも登録お願いいたします。で、最後にですね、おすすめ動画も貼っておきますので、ぜひぜひご覧ください。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。